さて、今日はバレンタイン。誰にチョコをあげようかな。キタくん。よし、じゃあチョコをカバンの中に潜ませてこうっと。リベンジですよ。遠慮しておきますなんてもう言わせないんだから。ドキタくんにプレゼントするためにチョコ持ってきたけど受け取ってもらえるかな。本当は学校だとユリカがいるからマンションで渡した方が良かったのかもしれないけど、いや、ユリカの目の前で渡しましょう。おはよう。チョコ持ってきた？ゆーちゃんおはよう。おはよう。なんで？なんでじゃないでしょ。ドキタくんにちゃんと渡せるか心配してるんじゃない。もうバレバレなんだな。そうだよ、東條さんの目を盗んでちゃんとタイミング見つけられるのかなって。東條さんの目を盗むまでもないよ、目の前で渡してやるわ。ああ、まあそうなんだよね。あれじゃあどんな子もドキタくんには近づけないね。何そんな、なのガード固めてんの。メルキドのゴーレムか。うー、まあとにかく頑張りなよ。今日はまだ始まったばっかりなんだからね。妖精の笛持ってこないと。うん、うー、とうとう昼休みになっちゃったわ。もうすでにイベントの量が違うもんね。あ、遠慮しておきますって言われたもんね、前回は。もう思い切ってユリカがいても渡しちゃおうかなって。あれ、二人がいない。もしかしてユリカも今渡してるのかな。どこに行ったんだろう。ねえ、さっきドキタ君と東條さん屋上の方に歩いて行ったけど。もっと早めにその報告をお願いしていいですか。リエちゃんナイス。もうちょっと遅いよ。ちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。ゆうちゃんかわいいな。ニヤニヤしてそうだもんな。いた。でもまだゆりかがチョコ渡してるところだ。ちょっと影に入れば見つからないよね。受け取ってはいただけないの。お、楓さん、時田くん、まさか断るということを覚えたのか。どうしてもあなたに渡したくて用意したんです。火つけようぜ、目の前で。申し訳ありませんが、クライアントからのプレゼントはいただけません。いいですね、あくまでクライアントなんですよ、ゆりかさん、わかってます？この言葉の意味わかりますか？あくまであなたはクライアントです。それでなくとも今回私はいろいろと契約違反を犯しています。あなたが依頼のために私のそばにいたことは知っています。そうなんですよ、依頼のためなんですよ、お仕事なんですよ、お金もらってるからなんです。でも私には関係ないことです。私は楓さんが好きなんです。東條さん、あなたの言う好きという感情がどんなものなのか正直私には理解できません。ですが、あなたが大切な依頼人であることは確かです。結構なお金渡してんだろうな。ですから、契約期間が切れるまではあなたをきちんとお守りします。そんな、わかりました。もう無理は言いません。契約も、もう延長したりしませんわ。では、今までのこと感謝しています。足引っ掛けてやれ。東條さん、なぜ東條さんはあんな風に。ああ、もう目の前にいんの。う、時田くん、私が隠れてたって分かってるのかな。まあそうだね。気配を察知する人だからこの人は。まあどうせ見つかるだろうとは思ってたけどね。時田くん、まあこっちだよな。時田くんはゆりかを振ったんだよ。だってゆりかは時田くんに振られたんだから、そりゃショックでしょ。私が振った。うん、そう。振るというのは。んー、そこから。ああ、もうどう言えば分かってもらえるんだろう。ゆりか、時田くんのこと好きなんだよ、さっきも言ってたけど。好意を持っているということですよね。ですが、私にはよくわからない感情です。アンドロイドすぎるでしょ。手とか取れたりしないよね。でも今は仕事してるってわけじゃないでしょ。なんでわからないって。それは多分通常でも感じたことのない感情だからだと思います。
そっか。こんなんじゃきっと私のチョコも無駄になるんだろうな。やっぱり私のチョコも受け取ってくれないよね。いえ、あなたはクライアントではありませんし、あなたのチョコは欲しいと思います。わん、うん、よくわからないんですが、なんとなく。いや、それが一番嬉しいよな。よくわからないけど、なんとなくチョコが欲しい。これはもう、じゃあもらってくれるかな。はい、ありがとうございます。もう一つお願いがあるとしたら、それを教室で食べてもらっていいかな。できればゆりかが隣に座ってる時に。よかった、もらってくれて、これで一安心だ。今までにないいい記憶になりました。メモリー記録しました。これでまた新たな気持ちで次の仕事に就くことができます。そっか。え、今次の仕事って言ったよね。え、どっか行っちゃうってこと？次って？実は来月で東条家との契約が切れます。東条さんの会社の新作発表もクリスマスで終わり、本当はもう終了のはずでした。いや、まあ新作発表まで護衛するってちょっと怖い話だけどね。それは東条さんを襲った人物も判明して、もう手は打ってあります。あ、生きてるんだ。ですが東条さんからの強い希望ということで、3月の終業式まで延長してあったんです。ですのでそれ以降はまた新しい依頼で引っ越すことになるかと思います。え、思わず固まる。そんな、どうしてもダメなの？せめて卒業までは。それは無理だと思います。あと1年何の依頼も入らないことは考えられませんか？ローラン、本当に？はい、あなたには先にお知らせしておこうと思いまして。ドキタ君はそれでいいの？どうされましたか？え、いや、ドキタ君なんだか淡々と言ってるけど、ここから離れることについて何とも思ってないのかな。でも時田くんの仕事は絶対だから、そんな疑問すら抱かないのかもしれない。ローラン、やめさせろ。時田くんはそれでいいの？いいというと？寂しいとか思ったりしない？嫌だとか。それはわかりません。時田くん、私は寂しいよ。そのことだけでも覚えていてほしいな。おむな、めちゃくちゃいいこと言うじゃん。あ、もう行かなくちゃ。私はもう少しだけここにいます。じっくり考えてくれ。あなたは先に戻っていてください。今のおむなの言葉がどういうことなのか、じっくり考えてくれ、時田くん。うん、わかった。時田くん、一人で考えて何か結論が出るのかどうかはわからないけど、もし何か感じているんだとしたら、一体どうするんだろう。いいイベントでしたね。こんな切ない乙女ゲームでこんな切ないバレンタインあるんだな。いや、ストーリーがマジでこんなちゃんとしてると思わなかったんだよな。びっくりだよ。あ、こんばんは。なんだ、こんな時間に帰り？飛ばそうと思ったけど、なんだなんだこれは。ちょっと家の手伝いしてたら遅くなっちゃいました。そうなんだ、ご苦労様。あの、お二人はつながりあんの？たまたま帰りが一緒になってね。へえ、そうなんですか。ずっと本の話をしていてとても楽しかったです。そういえば二人とも本好きなもんね。そうなんだ、この人のこと全く知らないからさ。楓くんの本の知識は大したものだね。僕の方が負けそうだよ。いえ、上城さんの専門的な見解は聞いていてとても参考になりました。それは良かった。今度何か興味のありそうな本でも貸そうか。帰っていいですか？なんなら一度部屋に来て
直接見てみるといいよ。そこ通っていいですか？ありがとうございます。では都合の合う時にでもぜひ。うん、きっと気に入るのあるんじゃないかな。いいですか、通って。それは楽しみですね。では私も何か持っていきますので。女子か。楓君のおすすめだったら期待できそうだね。じゃあ僕も楽しみにしてるよ。うーん、確かに二人とも似た感じがするな。そうかな、なんだか優雅な感じだわ。あ、それだけ？何だったんだ一体。じゃあもうね、残すところイベントは一つなんですよ。行きますか。ちょっとよろしいですか？何ですか？え、あ、時田くん？これからお出かけですか？うん、今夜の夕食そろそろ野菜が切れてたから予定にないイベントが何個も入る。ところで明日なんですが。はい。明日？明日って卒業式のこと？終わったら私の部屋まで来ていただけませんか？もちろん。よろしくお願いします。ふんすふんす。なんだろう、なんやろな。あ、そんだけ？最後通告？今日は卒業式と終業式が一緒になったこの学年最後の日。ホワイトデーと重なってたりするからみんな忙しそう。ああ、今年もたくさんの先輩と後輩のカップルが散々盛り上がってくっついたり別れたり大騒ぎなんだろうな。なんだか神聖な卒業式っていうよりは甘いムードプンプンの一大イベントって感じ。さて、昨日時田くんに言われた通り、早く帰って時田くんの部屋に行ってみようかな。あ、早速かい。いや、お嬢さん。ラストオスか？うわあ、こんにちは。もう学校は終わったんだね。あの、時田くんについて聞きたいことがあるんですけど。次の仕事かい？まだ決まってないけど、そんなのはいくらでもあるからね。わかってるんじゃないですか。そりゃあね。でも残念ながらどうしようもできない。え、でも辞めさせたい。あ、でもこれはあれなのかな、時田くんに辞めるように言ってほしいのかな、辞めたいって言ってほしいのかな。そうだな、お嬢さんが楓のクライアントになるなら別だけどね。いや、でもそれだったらあの人仕事スイッチ入っちゃうじゃん。え、できるんですか？もちろん。ただ君自身が楓をこの仕事に引き止めておくことになるけど、いいな。なんだこの意地の悪いおっさん。あ、今はまだ次の仕事が決まっていないから、楓がノーと言えば辞められる。だが君からの依頼だったら楓は受けるだろうね。そしてまた人を傷つけることになるかもしれない。いや、私そんなこと起きないんで。私の身の回りでそんなこと起きないんで。君は登場家とは違ってそんな狙われることもないと思うけど。お前に言われるとムカつくな。それでも楓は一度引き受けたら、相手が何であろうと危険なものは徹底的に排除するからね。一緒にはいられるかもしれないが、お嬢さんの望まない形になるかもしれない。それと我々の依頼料は君のような学生さんが支払える額ではない。例えば1年契約したとしたら、このマンションがもう一つ建つくらいの代金にはなるだろう。高すぎん？え、マンション1個建つってこのレベルでしょ？奥かかるの1年契約。それが君に払えるとは到底思えないんだ。お、楓くんにくっついて回った方がいいんじゃないの？楓くんそんだけお金持ってるってことでしょ？それでもいいのかな？え、それでも一緒にいたいんです。それでも時田くんと一緒にいたいんです。お金はすぐには無理ですが、何年かけてでも払います。人を傷つけるってことについては、私がクライアントになったら絶対にそんなことしないでって約束してもらいます。大体あなたが言ったんですよ。初めて会った時、思いを叶えるためには相当な覚悟と努力が必要だって。手の中に転がり込んでくるのを待つだけでは叶わない、そう言いましたよね。
語尾が弱くなったのは私の前に立っていたおじさんの雰囲気がだんだんと変化してきたからだった。お、なんだ。さっきまではにこやかで組織の人なんて言われてもピンとこないくらいだったのに、今は背筋が凍るほどの強い圧迫感で思わず逃げ出したくなる。なるほど、それだけの意志があると。しかし本当に分かっているのかな、自分がどんな世界に足を踏み入れようとしているのか。ぎゅっと手を掴まれる。その力が信じられない強さで振り払おうとしても全く歯が立たない。あんまり言いたくて涙が出そうになってきた。楓くん、でも負けてられないよね、必死で耐えるんだ。おむな。彼女から手を離してください。声とともに急に手首が解放された。見ればいつからそこにいたのか、時田くんがおじさんの腕をつかみ上げている。どういうことですか。彼女に何かするつもりならいくらあなたでも容赦はしません。言うじゃないか。お前が私にかなうとは思えないが、それでも逆らうと。正しい判断もできないとはお前らしくないな。そんなことくらい理解しています。ではそれでもというわけか。必要ならば。なるほど。どうしよう、この空間じゃピクリとも動けないよ。お前がそんなことを言うようになるなんて、このお嬢さんにはかなわないな。すまなかったね、お嬢さん。怯えさせてしまって。ふう。もし君が本当に楓を思ってくれているのなら、それほど高い見返りはないだろうな。試したのか？え？何のことだか意味がわからない。楓、昨日の申し出は受けておこう。お前の好きにすればいい。何？昨日の申し出って。ただし、卒業までだ。その後は一度お前は自分の道を見直すんだな。じゃあお嬢さん、依頼は成立ということで。え、どういうこと？報酬は1年後の楓で結構ですよ。怪我はありませんか？すみませんでした、ローランがあんなことを。痛かったよ。ううん、平気。それよりさっきあの人が言ってたこと。私の部屋でお話ししませんか？そんな。ここだと少々話しづらいので。あ、うん。ドキ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 。すみません、わざわざ。わざわざ着替えた。ですが、誰にも聞かれたくなかったもので。うん。あ、まずこちらをお渡ししようと思いまして。え？いただいたチョコのお返しです。あ、そっか、ホワイトデーだ。あ、ホワイトデー覚えててくれたんだ。ホワイトデーっていう文化はわかるんだ。開けてもいい？はい、どうぞ。あ、これ時計？しかも腕時計じゃなくて懐中時計だ。アンティークのものなのか落ち着いた雰囲気で細かな模様が刻まれている。なんだか時田くんらしいな。ありがとう。こんななかなかないよ。大切にするね。気に入ってもらえたらよかったです。ところで。はい。はい。私は昨日ローランに依頼をしました。東条さんの護衛が終わったら今度は新しい仕事をしたいのだと。今度は東条さんや他の誰でもなくあなたを守りたいんです。そう強く思いました。それはお仕事としてですか？それは時田楓としてですか？時田君。仕事だからじゃない、私自身があなたを危険な目に遭わせたくないと思った。あなたの近くにいてあなたを守りたいと、そう感じたんです。自分でもこの感情が何なのかよくわかりません。それでもあなたと一緒にいられるのならいつか理解できそうな気がするんです。この思いが
どんな名で表されるものなのか。だからこの私からの依頼を、あなたを守りたいという願いを受けてくださいませんか。あ、はい、お願いします。本当にいいの？え？私でいいの？時田くんにとって仕事はすごく大切なことなんでしょ？なのに私のためなんかにそんなことして。なんかなどと言わないでください。あなたは私が初めて心から大切にしたいと思えた人なんです。時田くん、私はずっと普段の私が不完全な存在なのだと思っていました。仕事をしているとき何も感じない自分こそが真実正しい自分なのだと、まだそうあるべきだと。そんな。ですがあなたと話しているうちにだんだんと不安に感じ始めました。あなたがいろいろなことを言うたびに嬉しかったり、本当に正しいのがどちらなのかがわからなくなって、あなたと話すたびに頭が混乱して、そして修学旅行の時も気がついたらあなたを助けていた。一瞬とはいえ仕事を忘れて感情で動いていたんです。こんなことは今までありませんでした。そんな自分に戸惑いを覚えるとともに、なぜか嬉しくて。時田くん、昔わざとなくしてしまった感覚というか、もう必要ないと思っていたものがこんなに大切だったなんて、それに気づかせてくれたのはあなたです。あなたは私が守ります。何が相手でも必ず。うん。だから私のことをずっと見ていてください。それから教えてもらえたら嬉しいです。私自身のこと、あなたの瞳に映る私がどんな人間なのかを。うん、わかった。実は今自分でも少し驚いているんです。どうやら私はあなた以上に知りたいと思っているようなので、あなたのことを、どんな些細なことでも、そして私以外の誰にもあなたのことを知ってほしくないと。え？すみません、こういうの迷惑ですよね。でもなんとなく一体何なんでしょう。戸惑う時田くんに私は思わず微笑んだ。それは私が教えてあげる。いろんな感情をたくさん。それは楽しみですね。でもあなたのようにたくさん感情を持つことができるか心配ですが。いやー、モテるよ。時田くん結構情緒豊かになりそうだけどね。大丈夫だって。お願いがあります。はい。何？あなたに触れてもいいですか？もちろん。ふにふにはしてないけど、もう私ガリガリですけど、ガリガリのムキムキですけど、いいですか時田くん。え、どうしてそんな風に思うのかわかりません。ただあなたのその髪に手に触れたいとそう思うんです。うん。うなずくと時田くんがそっと手を包む。そしてその手が髪の毛に触れると、ゆっくりそのまま引き寄せられた。時田くん。すみません、嫌かもしれませんが自分ではどうしようもないんです。なんだか今までにない感覚が胸でざわめいて。もっとあなたに触れたい。
もっと近くであなたを感じていたい。これが人を好きになるということなのでしょうか。そうかな。だったらもっとあなたのことを好きになって、もっとこの思いをあなたと分かち合いたい。いいですか、それでも。うん。あら、時田くんの長い指がそっと顔を撫でる。ちょっと戸惑いながら、でも何かを確かめるように、そのまま目を閉じると優しく時田くんの唇が触れた。それからほっぺたにもまぶたにもおでこにもキスをしてくれる。まるで失った何かを探すかのように、そしてそれを取り戻そうとするかのように。一度離れた時田くんはそのままじっと私を見つめて、もう一度キスしてくれる。このままだと永遠に話してくれなさそうな長い間、長い間。時田くん、このままだと話せなくなりそうです。感情のコントロールというのは難しいですね。はは、なんだか本気で言った時田くんがすごく可愛くて。組織のことやまだまだ問題はあるけど、二人でなら解決していけそうな気がする。どんな風に時田くんは変わっていくんだろう。それはきっと私だけが見ることのできる時田くんの姿。早くいろんな時田くんが見れるといいのに。そんな風に思う。とても良かったです。とても良かったです。歌入っちゃうんで飛ばします。あ、キーワードは画面の中に出ていた文字、漢字、ひらがな。なんだ、なんですかこれ。え、なに、なに、なに、ん、ちょっと待ってね。イタリア、友達、コントロール。空港のざわめくロビーの中、私は大学の講義をサボって久しぶりに会える恋人の姿を探していた。ゲート付近でキョロキョロして、おかしいな、もう着いてるはずなのに、そう思いながら時計を見る。これは楓くんがホワイトデーにくれたアンティークの懐中時計。あ、楓くんになってる。細かく手入れをしているせいか、今も変わらない時を刻んでくれている。お待たせしました。待ち望んでいた声に焦る気持ちとは逆に、ゆっくりと振り返る。その姿を見るのが嬉しくて、すぐに見たらもったいないなんて思っちゃって。楓くん、よかった、元気そうで。怪我とかしてない？疲れてる？大丈夫ですよ。今回も問題なく終わったって連絡したじゃないですか。あ、でもお仕事は続けてるんだ。だってやっぱり心配なんだもん。ローランさんの言葉通り、楓くんは高校卒業するまでの1年間だけずっとそばにいてくれた。一応名目上は私の護衛ということになっていたけど、実際には私が危険な目に遭うことなんてなくて、二人でのんびり時間を過ごしたんだ。でも卒業後、やっぱり楓くんは組織に残ることを決めた。そうなんだ。どうしてって反対したけれど。私は今まで人を傷つけることをしてきました。そしてそれを何とも思わなかった。だからこれからはその痛みを知って人を守る仕事がしたい。それが自分が今までしてきたことのせめてもの罪滅ぼしになると思うんです。静かにそう言って辛そうに笑った。そんな楓くんを見て、私が何も言えるわけがなくて。いや、でもそれを自分で選んだっていうことが大きい一歩だよね。大きな一歩だよね。でも楓くんはそれ以来二度と人を傷つける仕事はしないって決めて、ローランさんも分かってくれた。その時のローランさんはすごく嬉しそうな、そして少し寂しそうな顔をしていた。どうしました？ううん、なんでもないよ。久しぶりだなーって思って。楓くんの仕事は護衛が主なだけに長期になることが多い。今回も4ヶ月も経ってしまった。遠距離ってやつだ。仕事の最中は危険だからといって会ってくれないから、この今の貴重な時間がすごく大切なんだよね。そんなことを思っていたら、不意に楓くんに抱きしめられた。ダメじゃないですか。やっと会えたのに何を考えているんです。髪切ってる。
はい、いいっすね。オムナめちゃくちゃシャープになってる。違う人のことなんて考えてたら許しませんよ。あ、そういうことも言うんだ、楓さん。そんなことあるわけないでしょ。分かっていますよ、冗談です。もう、でもこんな風に楓くんが冗談を言えるようになるなんて、やっぱり変わったよね。いや、変わったよね。そんなこと言うキャラじゃなかったのに。今回のお休みは1ヶ月くらいあるんですよ。あら、バカンスじゃん。え、本当？はい、ローランに無理やりお願いしました。最近なかなか2人でゆっくりできる機会がありませんでしたから。そうなんだ、よかった。ですから今回はずっとそばにいるつもりですよ。いいですか？うん、いつも待ってるの寂しいから本当に嬉しい。すみません、そんな思いをさせてしまって。私もいつも心配しているんですよ、あなたに何かあったらって。まあそんなに何かあるわけじゃないけど。ですからあなたがたかしさんと一緒に暮らしているのは私にとっては安心なんですよ。私、あの人結構危ない人だと思ってるけどね。うーん、それはどうかな。確かにお兄ちゃんは相変わらずだけどさ、危ないよねあの人。でも本当は楓くんがもっと近くにいてくれるのが一番なんだけどな。そうですね。では今度家を買いましょうか、ハワイにでも。ワイハニ？ワイハニっすか。でも持ってんだろうな、それぐらいのお金は余裕で。はい、暖かくていいところですし、日本人も多くいますしね。ああ、ハワイは気候的には最高だろうね。いや、そうじゃなくて、それともマカダミアナッツ食い放題だし、小さい島でも買いましょうか。二人で住むのにちょうどいいくらいの。大丈夫ですよ、それくらいの蓄えだったらありますし。それくらい、もっと必要であれば仕事をすればいいだけです。そんなに儲かるんすか、その仕事。そういう問題じゃなくて。はい。そんな急に言われても。ですが離れている時間が長いなら少しでも気が紛れる方がいいかなと思いまして。いや、まあ今すぐってわけじゃないでしょ。それに日本では狭いでしょ。楓くん本当にこういうところ変わらないな。だからあなたの好きな場所を選んでください。どこにいても私があなたを守るという約束は変わりません。じゃあモルディブで。私の命に変えてもあなただけは必ず守りますから。楓くん、なんだか想像すると楽しみですね。きっと楽しい生活になりますよ。あ、あなたの好きなひよこをいっぱい買うのもいいかもしれませんね。オムナひよこ好きだったんだ。でもさ、それ全部鶏になっちゃうよ。あ、俺も思ったけど、それちゃんと言ってくれた。あ、そうでした。めっちゃ卵産むよ。でもそれも悪くないかな。うるせえぞ。そうですね。大量の鶏買うの。私はあなたが隣で微笑んでいてくれれば、それだけでこんな風にいろんなことを楽しんだり感じたりできるのはあなたがそばにいてくれるからなんですよ。誰もあなたの代わりにはなれない。誰も私にこんな感情を与えてはくれない。楓くん、大切にします、あなただけを。そう言って楓くんの腕に力がこもる。その腕がこれからも楓くんに守られていくんだ、そう実感させてくれる。どんどん変わっていく楓くんのそばでずっと笑っていたい、いつまでも。あ、終わりですか。甘々やったな。いや、すごくいいと思います。いやー、正直舐めてましたね、このゲームを。こんなことになるなんて、もうなんか乙女的恋革命、うるせえラブレバー。うるせえんだよ。ストーリーなんて二の次だと思ってたわ、おまけだと思ってたんですけど、これはしっかりストーリーがあるんだもの。乙女的メモリアル、これは多分1個だけ取れてないんじゃないかな。うん、知る。これはね、ちょっとなんて言うんだろう、ノーマルエンドみたいなのを見ないと取れないんですけど、
なんかもうそれも取ろうかなって思ったんだけど、まあもう十分でしょ、このこれとこれでね。もうなんか野暮ですよ、これ以上のことを語るのは。いやーよかったなマジで。もう本当になんか他のキャラも見たくなっちゃうけど、どうしようかな。もしかしたらやるかもしんないな、他のキャラも。というか、あの純粋気になる先生とトールにどんなストーリーがあんのか、シンプルに気になるよね。乙女的スペシャルボイスってなんだろう。時田楓をクリア、おめでとうございます。はい、これを聞いているあなたはダイエットにも成功して幸せをつかむことができた人ですよね。なんかゲーム中の彼の私生活を見る限り、いろいろと抜けているところがあって、エージェントには不向きに思えるような言ってみればちょっとなんか頼りない感じの時田くんを攻略してくれて本当にありがとうございます。本当に綺麗な声だな。あなたのその博愛的なボランティア精神がゲームの中の時田くんの人生だけではなくて、世界にあまねく幸福をもたらしてくれることを願います。それでは気が向いたらまた時田くん狙いでプレイをしてみてください。それではその時までさようなら。すげーすげー、嬉しい、石田明だいやーよかったなー。ということで次があるか、はたまた違うゲームをアップするかはちょっとわからないんですけど、私は十分楽しみましたということで、乙女的コレクションで最後時田くん、あ違います違います、それアイテムです、メモリアルですね。あなんだちょっと待って、キャラチェキって何、キャラチェキって、キャラチェキっていうのはこれ時田くん見れるの、見れへんのかい。あでもなんか一ノ瀬楓になってたな今。ん、一ノ瀬楓じゃない、一ノ瀬蓮か。チェキチェキ、キャラチェキ、キャラチェキ、多分ここ。あなんだ、水羊羹美味しいですよね。あカタツムリどうにも不気味に見えます。そういうことねはい、じゃあメモリアルでさようならしましょうか。やっぱ最後の良かったよなこれ。いやーマジでさ良かったわ、こんな濃厚な話になると思ってなかったから大満足でございます。私軽い気持ちで始めたけど非常に楽しむことができました。ということでありがとうございました。またね。